久保さん、金八先生にしましょうか。裸になった人間はそれだけで強くなれるんだと。金八先生。3年 B 組。プライドやこだわりを捨てたとき、初めて人は強くなれる。まあ、その言葉の意味ですね。うん。はい。まあ、いろんな解釈の仕方がありますよね。<laughs> まあ、裸。うん。まあ、こういう解釈の仕方もあるし、まあ、捕まるパターンもあるし。うん。 そうまあだからね結局その言葉の意味付けしてるのって人それぞれなんですよね言葉は一緒だったとしても方向性を変えたら学びになったりとか方向性を変えるとまあ捕まったりとかもするしだから面白いですよねだから結局言葉に意味はなくてあなたに意味があるってことですね言ってらっしゃい。